はい、それではですね、民法の補講をやっていきたいと思います。で、いわゆる民法改正の影響を受けるのが設問の1になります。で、改正の概観をね、まずしていきたいなと思いますので、出題趣旨の方をね、見ていただけますかね。で、出題趣旨にノートっていうのがあると思うんですよね。で、これのですね、設問にはっていうところのね、段落の直線のノート、これを見てください。ちょっと大きめのノートですよね。これを見てください。で、ここに改正の概要をまとめておきました。で、まず大きなところとしては、やはりね、危険負担ですね。危険負担関係ということになります。具体的には、いわゆる債権者主義を定めていた旧534条、これが削除されました。なので、出題趣旨中に、534っていうね、文字、数字がね、ちょこちょこ出てくると思うんですけども、これ全部なくなったということになりますね。あとは、危険負担という制度そのものもね、大きく見直されてまして、危険負担の効果ですね。効果っていうのは、もともとその反対債務、反対給付の消滅だったんですよね。これはどういうことかっていうと、その一方の債務が消滅したときに、他方の債務が存続するのか、それとも消滅するのかっていう、そういうふうな制度だったんですよね。だけど、平成29年改正後は、これはもう存続するんだっていうことを前提に、履行を拒絶できると、こういうふうな制度になりました。だから、反対債務の消滅というものから、履行拒絶ということが変わったんですよね。その意味でいくと、解除っていう制度がありますよね。解除っていう制度と同一直線上に位置づけるっていうことも可能ですね。つまり、反対債務はですね、残った上で履行拒絶できるっていうのは危険負担ですね。じゃあ、消滅させたいんだという話になったらどうするか。これはもう解除なんですね。もともと、平成29年改正前は、解除というのは、これは、債務者の既成規制というものはね、これは要件になってました。ただ、平成29年の改正を経て、債務者の既成規制っていうのは要件じゃなくなりましたので、なので、危険負担というものと、解除というものは同一直線上に位置づけるということも可能ですね。なので、ちょっと話ずれちゃいますけども、この問題、もともと平成29年改正前からですね、私は解除について書いた方がいいんじゃないかというふうにね、そういう立場なんですね。これちょっとね、もともとの解説講義の方を聞いてほしいんですけども、そういうふうな考え方なんですね。で、平成29年改正後はなおさらそう言えるのかなと思うんですよね。なおさらそう言えるのかなと思います。さっき言ったように、危険負担というものと解除というものは同一直線上の制度だと見ることができるからね。はい、ちょっとこの辺がね、どう被災者が考えているのかよく分からないですけどね、もともと平成29年改正前から、解除については被災出資最低時間で触れられてないんでね、ちょっとよく分からないですけどね。はい、という形でね、ちょっと話ずれましたが、危険負担関係は大きく改正が入っているということになります。あと、もう一個大きいのは受領地裁ですね。で、ただ、受領地裁の方は解釈が明文化されたっていうのは、そういうふうな色合いが強いですよね。はい、で、まずですね、本文に関わるものとしては、いわゆる補完義務のね、補完義務の、軽減の話ね、受領義務違反の効果としての補完義務の軽減という話があって、もともとね、その特定物の、補完というものは全館注意義務、これがね、基本ですよね。ただ、その受領義務違反があるということによって、それは軽減されるんだと、自己の財産に対すると同一の注意、軽減されるんだと、こういうふうにね、言われていたのが、これが413条の1項でね、明文化されたということになります。ちょっと見ていただけますかね。413条の1項、債権者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者が履行の提供したときからその引き渡しをするまで、自己の財産に対すると同一の注意を持ってその物を保存すれば足りるというふうにありますね。あとは、いわゆる危険の移転というものをね、受領義務違反、受領義務違反という言い方はちょっと債務不履行責任っぽいけども、その受領地裁ね、受領地裁の効果としてそれ言われてたんですよね。危険の移転ですね。で、その危険の移転というふうな文脈で言うと、413条の2の第2項ですね、ここで明文化されています。ちょっと見ていただいて、債権者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、履行の提供があったとき以後に、当社双方の責任に帰することができない事由によって、その債務の履行が不能になったときは、その履行の不能は債権者の責任に帰すべき事由によるものとみなすというふうに言われてね、また後からやりますけれども、債権者の責任に帰すべき事由による履行の不能の場合は、反対給付の、ね、履行拒絶できないんでね。なので、危険の移転っていうのとね、ほとんど同じ意味になってくるんですけどね。という形で、ここは明文化っていうのはね、意味合いが強いですけども、だいぶ大きく変わったところというふうには言えると思いますね。はい、あとは、ここはね、大きく変わったって言い方していいのかどうかちょっと微妙なんですけれども、いわゆる履行補助者のね、問題があります。で、履行補助者の問題っていうのは、いわゆる履行補助者の故意過失というものは、これは信義則上、債務者自身の故意過失と同視されるんだと、こういうふうにね、言われていた。で、415条のね、その規制基準の中で、その解釈論が展開されていたんですよね。
で、ただですね、これはもともと、その既成事由イコール過失っていう、そういう既成事由イコール過失だと、つまりこの債務者、既成事由イコール、過失で、その過失は債務者自身の過失だけじゃなくて、履行保持者のこういう過失も含まれるんだと、こういうような解釈だったんですね。ただ、平成29年改正を経てですね、その既成事由イコール過失っていう、その構造全、全、その前提ですね、前提になる構造そのものが変わってしまったっていうのが、学説の一般的な理解です。これどういうことかっていうと、415条のね、1項の但し書きを見ていただきたいんですけども、ただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会秩序に照らして債務者の責任に帰することができない事由によるものであるときは、この書きでないというふうにあります。ここでは債務者の責任に帰することができない事由というのは、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会秩序、ざっくりは契約ですよね、当事者の合意です。その合意した当事者のその合意した内容によって決まるんだっていう、そういうふうな考え方、つまりこれはある種の契約解釈の問題なんだっていうふうなね、そういうふうな考え方がここに現れてるんだと、そういうふうに学説は評価をしています。そうなると既成事由イコール債務者自身の過失、それからその債務者自身の過失とどうし得る履行者の過失っていう構造そのものが崩れちゃうんですよね。なので、この債務者自身の行為過失だけじゃなくて、信義則上これと同視すべき事由、ここに履行者の過失が含まれるんだっていう、この理解を平成29年改正後も維持するのは難しいんじゃないかというふうに学説は言っています。ただ立案担当者はこの点については、その従来の、実務運用を明文化した、裁判実務の運用を明文化しただけなんだというふうに言っていて、大きく変えるものじゃないんだと、こういうふうに言っていますから、議論はね、まだ流動的かなっていうところはありますけどね。本もね、その履行者の行為過失ってところがメイン論点ってわけじゃないんで、そんなに大きな影響を受けないかなっていうふうには思いますけどね。ただ、そのメイン論点になってくる場合には、ちょっとね、この辺の解釈っていうものは変わってくる可能性は高いということですね。そこもちょっと頭を置いといてください。いいですかね。あとは細かいところでいくと、特定のところの要件として、いわゆるその取り立て債務については、準備、分離、それから通知ですね、準備、分離、通知、この3つだというのが、平成29年改正までの一般的な理解かなと思うんですけども、これは変わったんじゃないかと、特にその分離ですね、分離は必ずしも特定の要件にならないんじゃないかっていう立場がね、有力に主張されてるんですが、平成29年改正前の考え方を維持する考え方もありますので、ここはそんなに気にしなくていいかなというふうには思いますね。皆さんはとりあえずね、平成29年改正前と同じというふうに考えていただいていいんじゃないかと思いますね。私が出している論証集とかでもね、平成29年改正前から特に変えてないですね、ここはね。変わるんじゃないかっていう学説のね、言ってることも一理あるんですけどね。とりあえずここは一理でいいかなというふうに思います。さて、で、改正の概観はこれぐらいにしてですね、じゃあ、具体的に本文をどういうふうに処理していったらいいのかっていう話に移っていこうかなと思います。で、それちょっと解説の方をね、見ていただきたいなと思います。で、平成29年改正を経て、さっき言ったようにだいぶね、大幅な規律の変更がありましたので、なので回答筋もね、変わってくるかなというふうには思いますね。結論が変わるかどうかっていうのは、ね、さておき、回答筋はね、その少なくてもその理論構成、論理の流れ、そういったところはね、だいぶ変わってくるのかなというふうに思うんですよね。さて、じゃあちょっとね、それを、上から追っかけていこうかなと思います。で、まずね、民法の基本というのは当然ね、請求から入るということになります。で、ここはもうね、問題文に書いてあるよね。B の本件売買契約に基づく代金支払い請求ということでね、要件実付入だったら、これも請求原因ということになりますよね。で、これに対して、A 側がね、どういうふうに拒んでいくのかということになるわけなんですけどね。で、ここでね、いわゆるその危険負担の話が出てきます。具体的に言うと、536条の1項ですね。で、536条の1項で、ちょっと見ていただくとですね、当事者双方の責任に帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができるという、これですね。なので、これで履行拒絶を主張していくというふうな構造になるでしょう。これ要件実数入だったら公弁ですね。で、ちょっとここ、要件事実のね、話になっちゃうんで、参考程度に聞いていただきたいなと思いますけれども、536条1項って、当事者双方の責任に帰することができない事由っていうふうにね、そういうふうに規定してるんだけども、この部分は主張立証責任の構造上は意味を持たないというふうに言っています。これがね、学説の一般的な考え方だと思いますね。
で、どうしてなのかっていうことなんですけれども、先ほどね、お話しましたように、まず B が、請求原因事実として、A との本件売買契約の事実、これを主張立証していくと。ね、これ代金支払い請求、根拠付けるものですよね。はい。で、そしてですね、これに対して A が、じゃあそのね、履行拒絶をするために何を主張すればいいのかということになりますけれども、まずその、本文ではちょっとね、特定というものが挟まりますけれども、特定というものを除くと、履行不能になっちゃってるっていう話と、あとは履行拒絶の意思表示ですね。この2つだということになります。本文はそのちょっと特定っていうものが挟まるんで、少しね、複雑といえば複雑ですけども、簡単に言えば履行不能っていうものと、それから履行拒絶の意思表示だということになります。そして最高弁としてですね、今度は536条の2項前段ですね。履行拒絶、履行不能プラス履行拒絶の意思表示で、これで履行の拒絶というものができることになりまして、でそれをひっくり返すものとして、536条の2項前段ですね、これもちょっと見ていただくと、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができないというふうにありますね。つまりこれは履行拒絶というものが否定されるということになります。なので最高弁になるんですけども、これに対して債権者の責めに帰すべき事由による履行不能なんだというふうに、B 側が再反論していくと、こういうふうな構造になります。で、そうするとね、見ていただくと分かるように、その当事者双方の責めに帰することができない事由っていうものは、これ出てこないんですよね。まず請求原因事実、そして売買契約ですね。これは売買契約というもので基礎付けられますけども、請求原因事実があって、でそして履行不能プラス履行拒絶、これで履行拒絶ができるということになりますから、これで抗弁になりますね。そしていやいや、この履行不能というものは債権者、本文でいくと A ですね。A の責めに帰すべき事由によるものじゃないかと。これで履行拒絶ができなくなるということですよね。ちなみに解除もそうだよね。解除もそうです。543条ということで、その債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときというのはね、認められなくなりますからね。だから先ほど言いましたように、その意味でもね、危険負担というものと解除というもの、ね、周りの延長線上になるんですけど、いずれにしてもその債権者の責めに帰すべき事由によるというものが認められた場合には、その場合には履行拒絶もできない、解除もできないと、こういうことになりますね。でこれで、最高弁ということになりますから、だから結局536条1項の当事者双方の責めに帰することができない事由っていうのはどこにも出てこないですよね。はい。なので主張立証責任の構造上意味を持たないというふうに言われているわけなんですよね。はい。ちょっとね、要件知識の話になっちゃったんで、ちょっと話を本筋に戻そうかなというふうに思うんですけどね。はい。いいですかね。で、まずこの、売買契約自体はいいですよね。で、あとそれから特定、履行不能ですけども、特定のところは、これはね、先ほどもちょっと言いましたけど、取り立て債務の場合なんで、なので、目的物を分離して引き渡し準備を完了して、その旨を通知したということで、いいでしょうと。29年改正後もね、これを維持するという立場に立つんであれば、少なくてもそれでいいでしょうということになります。なので、これ特定ありということになりますね。はい。で、それで、先なくなっちゃってますので、なので、これで履行不能になりました。あとは履行拒絶の意思表示をすれば OK ということですね。はい。そこで争点になってくるのはやはりここでしょう。債権者の責めに帰すべき事由による履行不能かどうかということですね。で、ただ、少なくても直接的にですね、直接的にこの A がですね、その滅失に関与したっていうような事実はね、全然ないですよね、本文ではね。盗まれたわけですからね。なので、この少なくてもですね、A が直接的にこの履行不能に関与したっていうようなことはないので、なので、別の構成によらなきゃいけないですよね、これはね。はい。で、そこでポイントになってくるのがですね、413条の2の第2項なんですね。413条の2の第2項。ちょっとね、もう一回見ていただきたいなと思いますけれども、413条の2の第2項ね。債権者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、履行の提供があったとき以降に当社双方の責めに帰することができない事由によって、その債務の履行が不能になったときは、その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすとありますよね。だから債権者の責めに帰すべき事由による、直接的な履行不能じゃなくても、そのみなし規定を使うことで債権者の責めに帰すべき事由によるものであるということは根拠づけることができるわけです。じゃあその要件何なのということになりますと、それはですね、まずその受領地帯があると。債権者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合ですね。そして履行の提供があった時以後に、
当社双方の責任に帰することができない事由によってその債務の履行は不能になったことです。双方無責任による履行不能であるということね。でただここというところの双方というのはこれ債務者の意味だというふうに言われています。なぜならばこれは債権者の責任に帰すべき事由によるものとみなすための規定ですから、だから債権者の責任に帰すべき事由というものは意味を持たないはずなんでね。効果として債権者の責任に帰すべき事由によるものとみなすと言ってるのに要件のところでそれを突っ込んじゃったら意味がないですよね。だからこの当社双方の責任に帰することができない事由というのは債務者の責任に帰することができない事由というふうに、そういうふうに読み替えて構わないということになるわけですね。はい、だからここは当社双方ではなくて、まあ、実質上は債務者ですね。債務者が債務者の責任に帰すべき事由に、責任に帰することができない事由ですね、による履行不能かどうかっていうところが問題になってくるってわけですよね。こういう構造になりますね。ちょっとややこしいんですけどね。413条2の第2項はですね、当社双方の責任に帰することができない事由っていうふうにあるんだけども、これは債権者の責任に帰すべき事由によるものとみなすための規定ですから、債権者の責任に帰することができない事由っていうのは意味を持たないはずなんですね。だから実際上意味があるのはそれは債務者の責任に帰することができない事由なのかどうなのかって話なんですよね。はい、いいですかね。さて、じゃあその債務者の責任に帰することができない事由によるものなのかどうなのかというところを検討していきたいんですけれども、まず本文では前提としてその債務者がですね、これが B ということになりますけど、 B はですね履行補助者として C を用いてますよね。 C を用いてます。そしてこの C というのはまあいわゆる協議の履行補助者なので、なので前前29年改正を経てね、若干議論は流動的ですけれども、ここはまあ、 B の行為イコール C の行為というふうに考えていいんじゃないかなと思うんですね。まさにね、C というのは B の手足というふうに見ていいと思うんでね、これはね、事実の3のところにありますけどね、松茸秋の収穫期に毎年雇っている C と共に収穫しというふうにありますから、まあ、B と C というのはね、まあ、同一というふうに考えていいのかなと思うんですね。はい、でそこでまあこの C というふうに置き換えて考えると C に C の責任に帰すべき事由というのがあるのかないのかという話でね。でここに関してはまずこれ特定物ですから原則としては400条でね、全館注義も負担するということになりますね。でただし例外があります。例外が何かというと受領地裁の場合、ここで出てくるのが413条の1項ですね。これもちょっともう一回見ましょうか。413条1項で債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、その債務の目的は特定物の引き渡しであるという場合ね、債務者はその履行の提供した時からその引き渡しをするまで自己の財産に対する同一の注意を持ってその物を保存すれば足りるということになりますね。なので原則は全館注意義務ですけども、例外として受領地裁がある場合には自己の財産に対するのと同一の注意という形でね、注意義務違反が軽減されると、注意義務の程度が軽減されるということになりますよね。はい、でそこでじゃあ、今回はそれが認められるのかどうなのかですね、この義務違反というものが認められるかどうなのかということが問題になりますけれども、まあ、具体的にはその簡易な状での施錠と、これは普段通りの施錠の方法なわけですけれども、これがその、ね、軽減された注意義務、事故の財産に対する同一の注意、これに反しているかどうかということを検討すればいい。まあまあ、結論的にはどちらでもいいんでしょうけどね、まあ、普段通りの施錠なわけですから基本的にはね、まあ、注意義務違反なしという形になるかなとは思うんですけどね、ここはまあちょっと結論はどちらでもいいと思います。はい、というそういうふうな構造になりますね。なので、まあ、ちょっとややこしいんだけども、まずねその売買契約というものが請求原理で出てきて、で、まあ、公文としてね、まあ、その特定して履行不能になって、それから履行契約の意思表示があると、でそれから最高弁として債権者の責任に帰すべき事由による履行不能なんだという話が出てきてね、でそしてこの債務権者の責任に帰すべき事由によるものなのかどうなのかっていう検討する中で、まずね413条2が出てきて、でさらにその413条1項が出てきてっていう、そういうような構造になる、ね、まあ、今ねちょっと請求原因公弁最高弁っていうね、その要件事実チックな言い方をしましたけれども、まあ、主張反論っていうふうに言ってもいいです、もちろんね、それはね、はい、別にこの問題要件事実でかけて言われてるわけではないので、ね、これは請求原因はこうこうこうで、ね、その公弁はこうこうこうで、それから最高弁はこうこうこうでっていう、ね、そういうふうに言う必要は特にないんでね、はい、まあこういうふうな構造になります。なので、まあ、ちょっとねだいぶ、元々のね、出題趣旨とは違ってきてるですね。まあ、これはもう仕方がないですね。534条っていうものがね、まあ、メイン論点だったんですけども、そもそもそれそのもの搾取されてるのでね、だいぶ構成が変わってきますからね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあちょっと回答の方で、今言った流れ確認してみましょうか。回答の方をちょっと見ていただいてですね、
でまず、その、ね、代金支払い請求の根拠、これは本件売買契約に基づくもの、ここも特に争いないところでしょう。でそして、特定後に明出したということで、引き渡し請求は履行不能になりましたということでね。でそこで、その履行決議ができるんじゃないだろうかと。でまずその特定者と言えるのかどうなのかということを、ね、前提として検討しておきましょうということですね。まあ、これは認められるということでいいのかなと思うんですね。でそして履行不能になっている。でそしてね、その効果としては履行拒絶ということになるわけです。ただね、その次のところですけれども、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合ですよね。この場合には、支払い拒絶というものは履行拒絶というものはまあできなくなるんだよということですよね。はい、じゃあ、その債権者の責めに帰すべき事由というものが認められるんだろうかということになる。でここに重量地裁が絡まってくるわけですよね。受領地帯がある場合において双方の無責による履行不能の場合には債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと、まあ、ただ双方無責と言いますけど、これはまあ実質債務者なわけですよね、これはね、はい、というのがその次のところに書いてあります。でじゃあ債務者の責めに帰すべき事由に、債務者の責めに帰すことができない事由によるものなのかどうなのかということですね。で原則としては全館注意義務になるわけですけども、受領地裁の効果としては、これは目的物の保管義務というものが事故の財産に対するのと同一の注意に軽減されるじゃないかと。でそこでじゃあ B がその事故の財産に対する同一の注意を持って本件末だけ保管したのかどうなのかと。で B と C というのは、ね、まあ、一体になるんだよってその次のところに書いてあります。まあ、ここはね、まあ、あの C というのはまあ協議の履行保証ですから、そんなに議論があるところじゃないかなと思うんですよね。はい、でじゃあその、ね、C の行為の対応というものを考えていきましょうというのがその次のところでして、じゃあその普段通りの施錠になったというところを、ね、どう見るのかですよね、ここはね。でここはまあ全館注意義務違反に、ね、反しているのは間違いないかなと思うんですけども、まあ、事故の財産に対するのと同一の注意であれば、まあ、ギリギリセーフというふうに言っていいのかなと思うんですね。事故の財産に対するのと同一の注意というのはその個々の、ね、具体的な注意義務、注意能力ですから、もともとのね、その普段通りの施錠であれば、その少なくとも B のその注意能力に応じた注意を果たしているっていうふうに言えるので、まあ、それをまあ C が今回はね変わってやってるっていう感じですけども、まあ、そこはまあ問題ないと考えていいのかなというふうに思うんですよね。はい、ということで、債務者の責めに帰することができない事由になりましたということになりますから、これで、受領地帯プラス双方無責、まあ、要するに債務者無責ね、で、債権者の責めに帰すべき事由によるものということが認められますので、これはまあ見なされるわけですね、見なされるので、なので、履行拒絶というものは認められないということになるわけですよね。はい、履行拒絶が認められないということになったら、結局、ね、B の請求は認められると、こういうことになるわけだよね。はい、じゃあ補行はここまでにしたいと思います。